新たな和の王道を目指し、よさこいをアップデートしていく刺激的なチームを目指し、日々練習に励んでおります。今年は幕末の混乱期を颯爽と駆け抜けた新選組をテーマに、東京日の出剣術修行に明け暮れる彼らが新選組になるまでを描きます。一陣の風のように時代を吹き抜けた彼らの強い思いを力強い男ぶりに乗せ、京都での日々を思わせる優雅な女ぶりをスパイスに、和道ならではの群像劇をどうぞご覧ください。ではお願いします。はい、改めまして和道と申します。昨年は徳川三将軍をテーマにした作品で初めて最下再参加させていただきました。今年もご説明にあつかりました新選組をテーマにした作品で今から踊らせていただきます。この暑い中、今日一日お祭りの上の皆様、お集まりのお客様、楽しんでいってください。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。和道、心水郷にして魂燃ゆ。先陣を行くは新選組鬼の副長土方歳三。土煙を上げ鬼に開くは期待は上、若き父親が花と咲く風となり吹き抜け。さあ、時は先ほどに司令官局長近藤伊沢、せい物語に行く末託し、木を待ち見据えて日々これ鍛錬。そうそうそう、すれば迷い、すなれば迷わぬ恋の道、戦術の前
さんでした。どうもありがとうございました。